ということでです、今日は展開前兆のコツについて話していきたいなと思います。まずね、最初にね、心がけておいてほしいのが、跳ねない床でやるってめちゃくちゃ頑張るからもう気をつけて。で、この展開前兆ってね、言ったらバク転バク宙の反対なわけよ。展開っていうのはバク転の逆っていうこと。だから、展開をやるときに、バク転みたいにこう、斜めに入るように展開ができると、次の前宙っていうのはボーンって飛んでいくことができるんだよね。けど、ここにちょっと一個だけ落とし穴があって、本当だったら結構ギリギリまで顔を上げておいて、展開着地と同時に顎を引いて前宙っていう風にやった方がいいんだよね。なんでかっていうと、顎をさ、上げておいた方が全力で反れるじゃない？それでこう、バーン叩きつけてさ、前宙の威力をアップさせることができたりとかするんだけど、これあんまりやりすぎると、展開が失敗してしまうから、狙いすぎない方がいいんだよね、最初のうちは。だからまあ、多少ね、早めに顎を引いて、前宙の準備に行くっていう風にやってもいいと思う。ただせめてね、手をついて離れてからちょっとぐらいまでは顎っていうのは上げておいたままの方がいいのかなって思う。あとは繊細なところで言ったら、やっぱり展開やった後のこの着地っていうのが見づらい、分かりづらいから、本当に感覚勝負、それはもう本当やらないと分からないから、数をこなしてそういう感覚をゲットしようっていうことで、だ展開前宙だから、展開の質と前宙の質が高ければ高いほどいいんだよね。そして展開の質はどれぐらい高かったらいいかっていうと、肘はね、伸びてた方がいいと思う。もちろん曲げてできないことはないんだけど、肘が伸びて展開ができた方が体の起こしっていうのが確実にこううまくいくので、肘を伸ばしたまんま展開をして、そして前にぶっ飛ぶぐらい、着地がこうギリギリにならないような展開ができてるといいんじゃないかなっていうこと。そして前宙、前宙はまあね、走って単発でやった時にそれなりに着地に余裕があるっていうレベルの前宙ができてるといいかなって思う。このね、前宙の質が高ければ高いほど、展開前宙のこの展開と前宙の間に仮に休憩が入ってしまったとしても、まあ無理やりつなげていくっていうことが可能になってくるので、そういう無理やりつなげていくっていう形を実現させるためにも、まあ、前宙っていうのはある程度レベル高い方がいいよねっていう感じかな。本当は展開前宙って展開×前宙の掛け算技なんだけど、展開プラス前宙っていうような流れになってしまってもいいから、展開終わって前に前宙しに行くっていう風にやると、大きな失敗をせずそれなりの展開前宙にはなると思うから、最初のうち、慣れないうちは積極的に前に狙っていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そんな感じでね、基本馬力技だとは思うんだけど、ちょこちょこポイントを意識することがあるから、まあ、その辺ね、踏まえてやりたい人はやってみるといいんじゃないかなって。じゃあ、バイバイ。